こんにちは。今日は作品の紹介をしていきたいと思います。以前動画でマスキングテープの使ってロゼットを作る動画をご紹介していたと思います。今回はそのマスキングテープを使ってどんなロゼットを作ってきたのかご紹介したいと思います。こちら、まずはじめにこちらは2種類のマスキングテープを使用しています。こちら、まずはじめにピンク色のマスキングテープと、で細長いマスキングテープで貼り合わせています。でこちらはシールで貼っています。でこれリボンは見覚えのあるミッキーマウスのマスキングテープでリボンを作っています。裏はこんな感じに仕上げています。ホチキスで留めた時に足が下になるように貼り付けています。まずこちらのご紹介と、でもう一つはこちら、大変シックな仕上がりになってるんですけども、黒色の、これはマスキングテープではないです。こちらは黒竹さんのペンを使って、この周りを黒く塗って、でリボンも紙に黒く塗って作った、大変シンプルな作り方で作っています。でこれはそのデコレーションパーツのストーンを使っています。シールになっているタイプのデコパーツが使いやすいと思います。ちょっとした大人めな感じに仕上がったので、何でも使えるんじゃないかなと思います。でもう一つはこちら、こちらはベーシックにピントがちょっと入りにくいですね。1種類のマスキングテープと、でこの台紙の方もマスキングテープでこう横に貼り合わせて作っています。でここのシールもこのマスキングテープの色合いに合ったシールを貼り付けると大変安定した仕上がりになると思います。こんな感じに表と裏と紙を貼り合わせて作っています。で例えばこのマスキングテープのロゼットにリボンを合わせるとしたら、このマスキングテープで作ったリボン、もしくは100円均一で売られているこちらのリレン系のレースリボン、でもいいですし、あともう一つはこちら。こちらはちょっと私がレース編みで作ったレースリボンです。ちなみにこちらは一期一会という糸を使って編んでいます。でこのリボンに合わせるとまた大人めな感じに仕上がると思います。こんな感じですかね。今日ちょっと雨の日なのでなかなかちょっとピントが合いにくいんですけども、こんな感じですかね。こういうふうにいろいろロゼット作って、リボンと合わせると大変楽しく出来上がると思います。ぜひ皆さんも試してみてくださいね。またロゼットの作り方は下の概要欄に貼り付けておきます。
で、先ほどご紹介したこちらのレースリボン、私素材として作っているんですけれども、またブログなので、ちょっとこの素材のご紹介とか、もしご希望の方がいらっしゃったら、ちょっと希望をちょっと集めさせていただきたいなと思います。ぜひよければコメントいただければ幸いです。それでは今日はマスキングテープを使ったロゼットの作品の紹介でした。ありがとうございます。